クリストファー・クリス・アンソニー・ジョン・マーティンはイギリスのミュージシャン。コールドプレイのボーカリスト、マルチプレイヤー。他のアーティストへ楽曲提供も行う。歌唱法としてはファルセットを多用する。イングランド、デボン州で5人兄弟の長男として生まれる。父親は公認会計士で、母親は音楽教師であった。夏時間の提唱者であるウィリアム・ウィレットは、ソソソフであるという。 家にあった母親のピアノに幼少時から興味を持ち、調律がおかしくなるまで弾き続けた。ほどなくして、ギターを、はじめ、15歳の時に、友人同士でバンドを組むようになる。同セットに位置する、男子全寮制パブリックスクールである、シャーボーンスクールを卒業後、古代世界を学ぶためロンドン大学の、ユニバーシティカレッジロンドンに入学。 そこで、後のコールドプレイのバンドメンバーとなる、バックランド、ベリーマン、チャンピオンの3人と出会う。同校を、ファーストクラスの学位を持って卒業。1999年、メジャーデビュー。現在まで、コールドプレイのフロントマンとして活躍している。ソロアーティストとして、エンブレイスや、ジャメリアに、曲提供を行っている。ロンセックスミスタ、ザストリーズ。 イアン・マッカロックともコラボレートで参加している。2004年にはバンドエイド20のシングルである Do They Know It's Christmas のボーカルパートに参加。2005年にはネリー・ファタドの曲 All Good h i n g s でネリー・ファタドとコラボレートしており、その曲は2006年発売のアルバムル o ズ s e に収録された。ちなみに、両者は2002年のグラストンベリーに出演している。 2006年にはアメリカのヒップホップ MC であるカニエウエストとアウィーロードスタジオでジャムセッションのコンサートをしている。2006年夏には同じくヒップホップ MC である JZ のカムバックアルバムであるキングダムカムでコラボレートしている。マーティンはヒップホップ界の大物プロデューサーであるドクタードレイの助けを借りてコラボレートした曲であるビーチチェアのドラムラインをまとめ上げ、 JZ に送った。ビーチチェアは2006年9月27日に JZ のヨーロッパツアー中のロイヤル・アルバート・ホールでの公演で歌われた。2007年、ブラジルでのコンサートマーティンとコールドプレイのギタリストであるジョニー・バックランドは映画ショーン・オブ・ザ・デッドに仮名を出演している。バンド外では特に公正な取引の推進運動であるフェアトレードに力を入れている。 オックスファムのメイクトレードフェアのキャンペーンにも参加した。不公平な取引の現場を見るため自らガーナやハイチに赴いている。マーティンはライブの時には自分の左手にマジックでメイクトレードフェアと書いている。ありがとうございます。